はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4続けていこう。現在地はなんと、ここ、マップのかなり下の方にいる。ニック・バレンタインに関するちょっとクエストが長引いてるけど、引き続きやっていこうから。ここは相当敵が強いね。あっ、まだいた。まだいた。溶けた。まあね、敵の数も多いし強いし、そこにまたいるし。さあ、だけどここで最後のフォールテープが手に入るから。とフュージョンカーがなぜか落ちてた。このね、下の留置所に入ろう。に入る、クインシー警察留置所。敵がいるだろうな。あれ？あれ、そんなことはない。というか、ロボットがある。なんもないのかな？サングラス。ウイスキー。弾があった。核地雷。エキスパート。開けて、エキスパートってことは。僕にはヘアピンしかない。なんかある？この死体をどかしたらなんかあったりするわけじゃなさそうだな。なんもない。なんもないんだ。これも解除。素晴らしい。取って。さて、これだね。プロテクトロンコントロール、これか。なら、まあ、開けておこう。遠隔ドア操作って？牢屋のことか。で、これだね。あれ？始動中。プロテクトロン、始動。プロテクトロンが動いて、これか。さあ、全部だ。血のつながらない姉妹と寝ようが何しようがどうでもいい。だが寝言は困る。あのな、ベースボールについてペラペラ喋るのもいい。映画の曲を歌うのもいい。だがコリン・オマリーがアーリントン・グリーンのバンカーに捨てた3人の死体のことは喋ったりしてないだろうな。チャンスが欲しいか。まあいらないよな。すまないロバト、あの女には消えてもらう。エディ・ウィンター。女。さあ、ニックと話す。おい、何かしてやろうか。それで何か持ってきてくれたのか。年取ったグールのテープをポケットいっぱいに持ってきてくれた。全部あるよ。テープを渡す。やっと全部集まった。はい。冗談はやめてくれ。さて、これは本当に紛れもない探偵の仕事だ。これはゴミより古いけど、エディが触った跡があちこちについてる。本物だな。で、これにはまだ暗証番号の一部が隠されてるわけだ。古いプロセッサーで見てみよう。よし。1953728406。あの年取った悪党はアンドリュー駅に閉じこもってる。さあ、エディ・ウィンターを倒しに行こう。オッケー、場所が分かった。アンドリュー駅か。どこだそれ。ここか。サウスボストン警察署の近くだな。もう早くここ、敵かなり強いから、こんなとこからおさらばしたい。さて、じゃあ、あ、こんなとこに行ってた。なんか怪しいトラップがあるけど、こっちはまた今度。およ、もうちょっとレベル上げないとここはきつい。じゃあこっちにファストトラベル。さてと、
じゃあここから非常に近いんだね。この先行ける？敵がいるけど。下か。じゃあ早々にやった方がいいね。武器が出てこない。さあとりあえず腕だ。隠れちゃったな。だけど腕をやった。レイダーの巣窟のなたくさんいるな。爆発ピストル。違う違う違う、グレネード。あ、間違った、これベルチマーと呼ぶやつだ。倒して。硬いな。どう、タレ止まる。あ、そこにいた。あ、降りてきてるんだ。ちょっと待てよ。他の武器、レート高めの武器じゃなくてこっちにしよう。あれ壊そう。壊して回復して。レールチバードが来ちゃった。こんなとこに。別の入り口は出てて、アタック。まだいる。ドックばっかりだ。オッケー。さあちょっとベルチバードを余計に呼んじゃったけど全滅。ここの下か。ああ、完全に会話とかのホロテープの会話が犯罪者仲間たちとの会話のようなものだったから、レイダーも仲間にいてもおかしくないか。ある程度集めて。ごめんなさい、乗りません。どうしたい、こう。エディを待たせないようにしよう。よし、エディがここにいるんだな。ニクが先行し始めた。これ武器出てこないの何なんだろう。よし、はい、来い。塞いるな。リロードして。爆発してるな。暗証番号どこで使うんだろう。あっ、暗証番号は場所を見つけるためだけに使ったのか。プロテクトロンがある。これ開けとこう。開けて、プロテクトロン出番だよ。オッケー。プロテクトロン。待て、ニックがさっさと勝手に行っちゃってる。骨董品集め。その先か。グレネード装備しよう。ほら、こっちやってきた。硬い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 。駐車して。OK、 伝説のレーダーか。いや、なんもない。まだいるな。プロテクトロン下には行ってくんないかな。押して。剣か。ダメージが 25% 上昇。黄色いかな。これはニック。ニック待って。ニック
あ、ニック今やってくれないのか。入った。スポットライトか。なんだ。バレンタインが喜んでるけど。完全に住処だな。ランチボックス。あ、ガッツイモデル。まだいる。肉取れない。これか。壊して。どこにいる？と、またある。タレットがたくさんあるな。あ、V だ。V だけで撃ってこない。とっ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 。取って。いるな。ちょっと厳しい。どんどん先行しちゃうな、ニック。うわ、生首。お楽しみだ。ほら、ほら、もうちょっと強化してダメージ上げたいな。押して、 OK。 おっと、ほら、ニックなんかいつも以上にハッスルしてるぞ。エディ・ウィンターが報いを受ける。そうだよな、ね、回収して。でもね、酒があった。地雷はないだろうか。すごい構造してる駅だな。コカ・コーラ。おお、近いか。こっちはなんだ、なんだこれ。ボクシングでもなんかできそうだけど。すごいとこにいるな。キャップ、こっちか。ここか。あ、このための暗証番号か。こっちには何がある。こっちは何もないか。ん？伝説のレーダーが映った。ここは後で来よう。とりあえずこっちが先だ。ニックのためにも。頭がおかしくなってる。キーパッド。あの汚いカエルがドアのすぐ向こうに敬意を表してやったらどうだ。もちろん。19。あ、覚えてる。3728406。開いた。おい、AD。てめえら一体何者だ。手を挙げろ。そっちこそ誰だとかあるぞ。脅そうか、脅し。お前がこの世で目にする最後の人間だ。おいガキ、そう言われるたびに10ドル札1枚もらえたらいいんだがな。だがまだ死んでないだろ。一体どうやって。いや、ありえない。こんなに時間が経ったのに本当にあの暗証番号を解いちまったっていうのか。このテープの皮膚がすごい。おい、まだたったの何200年。さて、何が見つかると思っていたのか知らないが、金か宝石か宇宙の秘密か。だが見つけたのは一人の男だったわけだ。グールってやつだな。そっか、グールか。ただ生きてる、生き延びてる。だが自分のものは渡さないぞ。暗証番号は冗談だ。
警察がどれだけバカか証明したかっただけだ。本当にバカだって分かった。さあ、よそへ行きやがれ。目的を遂げるまでどこにも行かない。ちょっと用があるのはニックだ。それはなんだ。それにてめえは誰だ、おい。何か知ってるような気がするな。だが、てめえはなんだ。ロボットか何かか。今は外の世界はこんなになってるのか。ロボットが支配する世界？そうなると思ってたぜ。名前はバレンタイン。ニック・バレンタインだ。覚えているか？バレンタイン？警察官か？てめえがそうだって言うのか？残念だが、てめえはニック・バレンタインじゃないぞ。ただの機械だ。フィアンセを殺しただろう。ジェニファー・ランズ。お前でもやり遂げられない犯罪があるんだ、ウィンター。フィアンセ？バレンタインのフィアンセのことか。かわいい子だった。あんなことになるなんて残念だ。だがてめえ、本物のバレンタインを知っているのか？やつならチャンスがあれば手を引いただろう。だがなんだ、ロボット男、どうして気にする？娘が200年前に殺され、てめえが家に入り込んできてタフな男を演じたりして。クソ、自分自身を見てみろ。生きてさえいないだろ。なら同じような間違いをしていると思うがな。あんたの手を引いた。といきなり打ち始めた。大喜びさせた。やることは終わったけど、やらなきゃいけないことがもう一つある。一緒に来たければ来てもいいよ。もう一つ、ちょっと待って。エディピース、なんだこれ。素晴らしい。あら、またすごい武器だ。ケロックピストルが廃れていってしまうかも。ターミナルエキスパートか。もう一つ用があるって。ここに住んでたのか。ボルトテックの白衣もある。あ、ぬかコーラ。これはサブマシンガー。肉どこ行った？こっち行ったのか。ここはまだ敵がいる。待て、キック。行くのが早い。まずあれを壊そう。オッケー。いるなぁ。来い、クリティカル。さあ武器を変えよう。爆発ピストル、これか。伝説のレーダー。どう、どっか怪我したぞ。治療して。ニックがかなりアグレッシブになってる。ちょっと待って。 OK。 暴力的なハードスナイパーライフル。完璧だ。ダメージ増加するけど反動も増加。ボーテッドスナイパーライフル。なんかみんなスナイパー持ってる。さあアイテム収集を。ニックガンガンいっちゃうな先に。なんだ、もう一つやることって。こっち開けられないのか。ここ出る。さあ出てきたけど、ベルチバードが依然として飛んでる。ここだ。ん？この場所で200年前、エディの手下の一人がジェニーランズの背中に銃弾を撃ち込んだ。もうエディは死んだ。ジェニーやニックと同じように。それで途方に暮れている。分かっているのは、あんたがいなかったらエディはまだのさばっていたということだけだ。共犯者になってしまった。これに選んでみよう。お
おかげでこっちは殺人の共犯者となった。この点はあまり嬉しくないな。不愉快だったのはわかる。でも俺にとっては重要なことだった。ウィンターは元のニック・バレンタインを思い出せる最後の名残だったんだ。俺が昔生きていた警官を機械的にコピーしたものだということを示す最後の証拠だった。インスティチュートの保存記録はだいぶ前に紛失しているんでね、どう感じていいのかよくわからないでいる。うん、ついに自由になったんだ。ついに自由になったんだ。わからないのかニック。もう一人のニックはもういない。あんただけだ。そういう簡単な話ならいいんだが、そうはいかない。自分があのニック・バレンタインだったからだ。彼の不安も希望も記憶すべてを抱えていた。神経伝達なんとかを取りにケンブリッジの実験室に行けと電話を受けたことも覚えている。自分の家族も家も人生もすべて失い、ゴミの山にいたことも覚えている。すべて俺自身が経験したことではない。俺のすべてはニックのものだった。あの古い世界を思い出させる最後の人物。ウィンターさえ消えたら俺はついに自由になれると思った。でもここであんたと一緒にいてやっと気づいた。ウィンターを倒すのはニックとは無関係だった。ジェニーやあんたや俺とも関係なかった。正義に関わる問題だったんだ。正しいことをする。俺たちが行ったのはいいことだった。善行を成したんだ。俺たちだけで。たとえこの世界で自分のものだ、ニックでもインスティチュートでもなく俺自身のものだと胸を張って言えるのなら死んでも悔いはない。あんたがいなかったら実現できなかった。なんて俺を言っていいかわからないよ。うん、なんだろう、 Y の選択肢で、それからってなんだろう、これまでなるべくいいことを言う選択肢を選んできたけど、 Y を選んでみよう。で、ウィンターが死んでこれからどうするんだ。今の調子でやっていこうと思っている。あんたも同じだと嬉しいよ。よせよ、ここいらで立ち尽くしている人を助けているわけじゃないんだから。お、ニックとの親密度は最高になった。クローズドメタル能力ってなんだ。つまりまだ一緒に旅を。気をつけろ。おい、ライトダッド、ブラッドバグ。まだ会話の途中なんだけど、とりあえずこのクエストは完了。でレベルアップしたな。なんだろう、クローズドメタルって。こっちに引っ張れないものは投げてくれ。何か言おうか。一緒に旅する気があるのか。あんたと願ったり叶ったりだ。そうか、親密度が上がったんだ。行こう。そうするか。とりあえず長年のニックの悩みが解決したことでいいのかな。よっしゃ、完了したクエスト。ロングタイムカミング、かなり長かったけどこれで終わった。じゃあ今回はここまでにしようかな。ニックの長い長いクエストが終わって、なんかあそこテクスチャーすごいことになってるけど、じゃあ次回はどうなのか、この放射能だまりで生身ではいけないと助言された輝きの海に今行けるのかがよくわからないけど、どうなんだろうな。なんか行けそうになさそうだけど、ちょっと行けるのかいけないのか下見をしておいて、それで次回どのクエストをやるかを決めよう。それじゃあ、今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。